どうも、こんにちは。あんすけです。はい。えー、今回はですね、はい。久々の紹介商品に、紹介商品あ商品紹介だ。商品紹介になります。はい。えー、それはですね、こちら。iPod なの第4世代でございます。f o r c e iPod なの ForceGeneration のブラックでございます。はい。というかん、まあ、ね、僕は以前ウォークマンとか、 まあ、持ってたんですけど、結局、メルカリで売っちゃって、長年じゃあどうしてきたかっていうと、ずっとね、えー、こちらの方を使ってきました。はい。えー、もうだいぶ古いんですけどね、iPod mini の、iPod mini です。はい。2004年発売の、もう12年間ずっとこれをね、バッテリー変えたりして、まあ、ましだまし使ってきました。一応、あのー、 まあ、容量は4ギガということで、現代でも一応使えるレベルの容量で、まあ当時としてはかなり多かったんじゃないかな。2004年時点でだって、4ギガ積んでるポータブル、ブオーディオ、なんていうのはまあ、ありませんでしたからね。うん。だいたいもう5 1 2メガとかその次元の話ですから。はい。でまあ、これを、まあ、もらって、 ずっとね、えー、5年ほど使ってきたんですけど、まあそろそろもう登場から12年経ってるということで、最近になってですね、もうフリーズするようになってきたんですよ。充電すると。よく、で、あの、マックスまで充電しても、なんかもうすぐにバッテリーが切れちゃったり、これでももうバッテリー交換したんですよ。2、3年ぐらい前に。バッテリー交換したんですけど、もう最近になってフリーズ連発するし、もうまともに充電もできないということで、 えー、もう、これはそろそろ使うのはやめようかな、ということで。で、もう一つの理由がそれだけじゃなくて、こういうビーツのヘッドホン、もう今でも、今すっごく愛用してるヘッドホンなんですけど、で、これ実は、あの、リモートコントローラーっていうのがついてて、これで、あの、音楽を途中で停止したり、えー、何、音量を上げたり下げたりっていうのが手元で行えるんですよ。iPod をポケットに入れてても。だけど、 それが、これはなんと対応してないということで、あまりに古すぎて、そういう最新のアクセサリーにも対応してないんで、まあ、もうさすがにいいかなと。いうことで、え、今回、こちらの方を購入しました。iPod Nano の第4世代でございます。はい。本当はですね、別に iPod n a だったら何でもいいんで、iPod Nano って第1世代からもうこのリモートコントローラーとか対応してるの公式のページで見たんで、別に第1世代でもいいかなって思ったんですけど、 まあ、バッテリーが下手ってたりしたら嫌だということで、なるべく今回は最新の iPod を買おうということで、まあ最新といってももう8年経ってるんですけど、これ発売してから。まあただ使用頻度が少なくて、えー、バッテリーの持ちがいいというこの中古。まあ、備品ではないんですけど、i p で 8GB のブラックのモデルを購入いたしました。 はい。で、これですね。やっぱり僕がすごいなって思ったのは、まあ今となっちゃ当たり前なんですけど、えー、この通り、えー、画面が何、何カラーなんですよ。カラー液晶。もう僕が使ってたのなんて白黒ですからね。この差ですよ。すごくないですかいやしかもこのくっきり感。あの、肉眼で見るとですね、 なんか、くっきりなんですよ。画質もいいし。まあ別に、ね、これでビデオとか別に見ないんで、音楽しか聴かないんで別にあんまり関係ないんですけど、画質がいいと。そんでですね、えー、iPod Nano っていうのはまあ元からこれぐらいのサイズなんですけれども、えー、ちょっと楕円形になってるんですよね。楕円形。なんか画面がなんかちょっと楕円形に。フォルムかなフォルムが楕円形なんですよ。 うん。そんでから液晶で、しかもめちゃくちゃ軽いと。すごいですね。まあ今の iPod なのはもう何、何タッチパネルでこのクイックホイールがないんで、僕としては昔からクイックホ,リホイールを使ってきた身としてはこれがないとちょっと困るということで。なので、で第4世代の iPod にしました。ちなみにですね、えー、カメラはついておりません。第5世代の方はね、 まあカメラが付いてるんですけど、その前のモデルということで、まあ微妙に違うんですよね。第5世代と仕様が。うん。まあどういうことかっていうとカメラがないと。カメラがなくて、えー、ラジオも聞けません。で、できることはじゃあ何かって言ったら、ミュージック、音楽を聴く、ビデオを見る、写真を見る、ポッドキャスト、エクストラ、設定と、まあこんな感じですね。で、昔持ってた iPod mini と、まあ古すぎて比較するのもどうかと思うんですけど、まあ、 音楽とちょっとゲームができるよってだけです。はい。エクストラはまあ、<laughs> 昔からありますね。で、まあ、なんとですね、これすごいのがジャイロセンサー入ってて、こういう風に横持ちにするとアルバムをさーっと選択できるようになってるんですよね。これすごくないですかこれちょっと最初見た時はすごいなと、時代の進歩を感じました。ジャイロセンサーがついてます。まあ実際これ使う、あんま使うのかどうかわかんないですけどね。 で、あと、その他の機能といえば、この下、アルバムが表示されるところですかね。まあこれ iPod mini の何、何第1世代から、まあずっとそうなんですけど、うん。iPod n a は全機種、最初からこうだったから、あんまり第4世代だからっていうポイントじゃないんですけど。ただまあ iPod Nano の中で言ったら、これは、えー、クイックホイールが付いている、最後ではないけど、 最後ではないけど、まあ、クイックホイールが付いていて、しかも楕円形になっている機種でございます。お値段の方がメルカリで4000円でございました。で、最初ですね、この画面の中央部分になんかシミみたいなのできてたんですけど、使っていたらね、勝手に消えました。まあ、多分そういう仕様なんじゃないかなとは思いますが。で、後ろのリンゴマークはなんかちょっと黒いですね。あのー、仕様じゃなくてこれは汚れです。はい。元からこんな感じでした。 でまぁ、こんな感じですね。はい。ではですね、今回は iPod なの、第5世代の紹介でした。ほら、この横の薄さですよ。やばいですね。まぁ、あ、僕はどっちかっていうと、あの、こういう厚みのあるフォルムの方が好きなんですけど、まあ、薄いのもなかなか悪くないかな。薄くて小型、今時の iPod っていう感じですね。まあ、これで8年前っていうんだからすごいですね。まあでもそう考えると、今の iPod、 なのと比べるとなんかあんまり今の iPod なのってこっからあんま進化したような気がしないんですけどね。はい。というわけで今回は iPod なの第4世代の紹介でした。